分の人生において大事なのって自分自身の時間だと思っていて、その自分自身の時間を何に投資するんだっけっていう時の選択肢にやっぱり会社に行かないっていう会社に行かないのがいいんじゃないかな。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。はい、皆さんこんにちは、トップショーのすけです。おさです。こぎです。ゆうすけです。チャンネル登録、ベルマークの福山の方、よろしくお願いします。ということで、本日はキャラディベート、よしよし。ですが最近ちょっとテーマ硬くない？硬いこれ定期的に言ってるやつですよね。やっぱなんか僕らの、まあ、いいところなのかもしれないけど、まあ、ちょっと悪いところでもある。ついつい真面目になっちゃう、真面目になっちゃうっていうのがあるんで、今日はちょっとテーマ緩めにしてみようかなというところで、今日のテーマはじゃじゃん、飲み会に行くべきか否か。おお、ちょびっと崩したくらい真面目になりくれてない。さすが先輩的には攻めてる。高校に行くべきか否かとか、そういうやつとかな。考え、いや、よろしかったな。考えたんだけどね、ちょっと一回怖いから階段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 、いきなり心に行けないから、そうそう、これでまあ反応良かったら合コンネタやってみようかなみたいな。サスケの武勇伝が聞けるわけね。あ、まあ、ぜひサスケがサスケがこれとか言ってみたっていうのが、まずいじゃない。まあ、絶対まずい。それ一番見たいと思いますよ、それが。これとか行きたくねえ。今更行きたくねえ。顔が割れてるから。バーでテキーラ。テキーラ。テキーラ飲んでみた。いやー、水が欲しいな。はい。飲み会が今日のテーマですね。はい、はい、まあ要はなんかよく飲み会行くべき行かない論争みたいな、なんか大企業とかめっちゃあったと思ってて、うんうん、はい、ありましたね。そう、まあ、俺らの時はまあ行くの当たり前みたいな、うん、文化はあったけど、うん、でも今の人たちって断るっていう話をよくツイートで分かって、ね、見てみましょうか。そう、なんか後輩飲む飲みに誘うのを誘いづらくなったみたいな、中間管理職の人のツイートでもバズったりとか、笑顔で流されたみたいな。そうそうそう、つい最近やった。なんか時代の変化を感じるわけですよ。まさにディベートに向いたトピックだと思うので、早速チーム分けしてディベートしていきたいんだけど、うん、でこれはまたグッパーで押しましょうか。はい、じゃあグッパーで分かりましょう、分かりましょう、ここここ、okay. で、じゃあここでじゃんけんで立場決めて、はい、昭和グッチャッキっぽい、はい、グッショ、はい、グッショ、ショ、はい、めっちゃ全然決まんない。いやそうですね、じゃ決めちゃっていいですか。うん、まあ、おささんいるんで、行かない派で。行かない派なの？行かない派で攻めようかな。ちょっとやっぱおささん強そうなんで、そこを頼っていこうかなと思います。で、まとめると、おさゆすけチームが飲み会行かない派、うん、後期僕チームが飲み会行く派でディスカッションを開始したいと思います。本音はさておきね。本音はさておき。本音はさておき。はい。本音はさておきです。そうです。いいよ。じゃあ、早速で始めてみます。スタート。はい。じゃあ、行きます。トップバッター好きだろう。いや、何を隠そう、僕結構、日生1年目の時、普通にマネージャーの人の飲み断ってました。え？おー、あ、リアルに。リアルに。マジか。まあ、この間ね、コロナ入社っていうのもあったんですけど。あ、そうかそうかそうか。2021。そうですね、なんか結構、余力があったのか、意識がもう高ぶってて。うん、あの、なんか家帰って本読みたいとか、そういう方が結構、自己計算的に。そうなんですよね。で、普通に、あ、すいません。って帰ってました、ね、いや、おもろい話になってきたな。おもろい話になってきたな、これは。1年目で断る。だいぶ生意気だったなと思って。届いてますね、ゆうすけ先輩。多いね。いやいや普段から生意気ではなかったですけど、飲み会はちょっと断っちゃったってなって、でもやっぱりそこで生み出した時間、めちゃくちゃ濃かったなって思って、やっぱり、明日も朝早いじゃないですか。明日っていうか、よく何の本読んでたの？自己計算とかでしょ、多分。あ、そうだ、どうせアドラマ。アドラマ。めっちゃ合ってる。最初の言葉でしょ、アドラ。最初そういうの読んでました。うん、いやでもやっぱ翌朝のもう起きなきゃいけない時間決まってて、うん、でまあ僕結構寝るんで7時間は絶対寝たいなみたいな考えるときに、残りあと何時間でご飯食べて何々して本読んでっていうのを考えるとやっぱすっごい濃かったなって思うんで、行かない方がいいと思います。はい、自己体験に基づく主張というね。そうですね。なるほど。どうですか。いや、ゆうすけさんはね、失ってるものに気づいてないです。かけがえのない時間を使い損失していて、まあ確かに本も、僕も本好きですごい読むんで、それでいられるものは分かりますよ。うんうん、だけど、そこの会社で勤めて、その上司の人と一緒にいるからこそ、飲み会でこそいられる、あの、なんだ、経験とか知識だったりとか、っていうのがあるんですよ。うん、なるほど。どうですかね。飲み会学べるらしいっす。そうだよね。うん、まあ、あの、飲み会も、行くべき飲み会と、行くべきじゃない飲み会はあるとは思います。うん。うん、
けれども僕個人的にはこう何よりも20代のキャリアあるいは自分の人生において大事なのって、うん、自分自身の時間だと思っていて、うん、その自分自身の時間を何に投資するんだっけっていう時の選択肢に、うん、やっぱり会社に行かないっていう会社でやりすぎだよそれはやりすぎだろ終わっちゃうじゃないか会社に行かないのがいいんじゃないかな逆にね鳴らせよ鳴らせよ飲み会に行かないっていう選択肢はあるべきだと思ってるの、うん、それはやっぱり自分がことを成したい人なのか、うん、ことにあぐらをかきたい人なのか、うん、僕が前者の人間だったから、うん、ことをなすには今この時間会社の飲み会に行くんじゃなくて、うん、自分のための自己研鑽に当てるべきだなってことを判断した時に、うん、行かない方がいい、そして実際に行かなかったこともある。なるほど、うん、どうですか、このことをなしたいんじゃないんですか、あなた方は。なるほど、じゃあはい、はい、どうぞ。で僕は2つあるかなと思ってまして、確かにことをなすっていうのは誰もがしたいことだと思う、うん、ゴールは変わんないですね、うん、僕らがしたいことだし、うん、僕もことなしたいです。でも一つ目はことをなす上でじゃあ大事なインプットとか、うん、アウトプットとかってどういうところにあるかっていうと、まあ、本当に本なのと書籍なの、うん、自己検査のみなところあって、うん、結構僕の知り合いの経営者とかできる方とかもいわゆる一時情報、そこにしか転がってない情報とかを、まあ、飲み会なり人との会話なりで得ていて、それこそがすごく価値があるって言ってる人結構いるんですよ、ね、うん、で僕も実体験として結構あるんで、そもそもことをなす上でもそういった場に顔を出して人脈広げつついい話を聞く、で自分も話すっていうのって結構大事だと思うのが、一つあるし、うん、あとそもそも僕は本読んでも頭入んないです。意外です、意外、結構苦手で、そう、人と楽しく話しながら熱くなって話す方が結構いいインプットになったりとか、うん、記憶の定着率良かったりするんですよ。あ、でこれは結構このパターンの人いるんじゃないかなと思ってて、うん、そういう意味でも、まあ、これちょっと一部俗人的というか一部の人に限る話ですが、そういう人もいるんで、まあ、全然ことをなす上でも飲み会行った方がいいんじゃねって思いました、うん、どうですかね。ことをなすのに必要な位置情報がどこに転がってるかによるなと思っていて、うん、そうだね、うん、会社の中にそれがあるんだったらいいんだけど、うん、往々にして、うん、往々にして大企業とか、うん、そういう中間管理職の方が誘ってくださる飲み会っていうのは、うん、あまりそういう話にならない、うん、あ、だいぶ踏み込んだ発言かと思いますが、なるほどなるほど、あまりそういった気がそこに話になりづらいなと思ってて、それは日頃何を考えて生きてるかとか、うん、どういうチャレンジをその場でもう実際にしているかによって、うん、やっぱ会話の内容って変わってくるんですよね、うん、だからこそその社内のコミュニケーションに時間を割くよりも、うん、その社外の飲み会に行かずに、うん、違うところに時間を当てるべき、うん、例えばだけど起業してる仲間とかね、はいはい、同期とか同級生とかに、うん、もう毎週違う人に会い続けるとか、うん、そういうオプションがあってもいいんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。なるほど、そうですね、いかがでしょうか。いや、すごくいいと思う。今やっぱ僕は言うのはあれですけどいや今いい流れなのでちょっとかぶせていきますね。どうぞお願いします。いや、なんかまさにそうだと思って、飲み会行くべきかどうかって悩むぐらいの飲み会って多分どうせ誘われてるやつじゃないですか。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。で、自分から取りに行ってる飲み会ではない多分 7,8 割がもうなんか誘われて、わあどうしようかなみたいな感じのやつなんで、そういうのってやっぱり自分でコントロールできないんですよね。こうその場の流れだったり、だって行くかどうかするのためらってるぐらいなんで、その場に行ったら絶対その場の流れで上司の話とかで、なんか自分のしたい話を思いっきりできない、聞きたいことを思いっきり聞けないじゃないですか。そうなった時に得られる情報の価値って、例えば家に帰って2時間確保した時の得られる情報のコントロール度合いと比べるとめちゃくちゃ弱いなっていうのは思いますよね。あ、なるほど。ちょっと結構分解、話が分解されてきてるなって印象があって、うん、ケースバイケースだなって話になってきてると思うんだけど、うんうん、今の、まあ、意味ないんじゃないのっていう飲み会、上司との飲み会とか、うん、大企業における、まあ、部署の飲み会とかを指してるかな、うんうん、みたいなのも僕は一定意味あるなと思ってて、うん、そういうのもやっぱり一定ね、一定あるなと思う、一定、うん、これは正直 100% 意味あるとは言い切れない自分がいるのは確かじゃあ俺の勝ちでいいですか。いやいや、でも7割8割必要なんじゃないと思ってるからあ、まあ、意見としてはこっちっていうことなんだけど7、8割、はい、そう、やっぱりそういう飲み会にちゃんと顔を出して日頃の悩みを打ち明けるとか、やっぱオフィスでデスクに行ってこれ悩んでますっていうのはすごくね、日経の代表難しい雰囲気的に、うん、飲んでる場だからこそ相談できることとかもあるし、逆に言ってもらうこともあったりして、次の日また仕事頑張ろうってことで職場環境を改善して働きやすくなるみたいな効果はまだまだあると思うんで、うん、やっぱ全部断るとか、うん、っていうのは違うと思うし、やっぱ一定そういう効果も全然あると
そうなんですよ。はい。商社にいた時に、週に5、6回ぐらい、ほぼ同じ人々と飲んでたんですけれども、はい、それは意味がある飲み会なんでしょうか。7割意味がある。はい、3日は意味があって、2日は意味がないって、そうですね。無駄はあるでしょう、確かに。全部行けとは言いませんが、行かないというのもあれだと思うので、はい、行っていくことで働きやすくなるんじゃないのっていうのはあるかなと思いますけどね。カン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 、アウトだよもう。実体験もらって バランスですね、これはね、完全に。実際バランス、ケースバイケースっていうのはあるけれども、まあ、本音ベースだと。でもなんか長さんの意見はすごい納得感はありましたね、確かに。時事情報のところ。あ、その1個前から、ユースケが共感したっていうところの話だから。ああ、その自分の取りたい情報がどこに転がってるかっていう話。そうそう。本当に本当に今の話の流れ、そうそうだったら。それってあれでしょ、要は飲み会によるんじゃないのってことじゃなくて、要はその、まあ、必要な飲み会とそうでない飲み会があるんじゃないのっていう、もうその切り分けはまあ決定だですよ、そんな。そりゃそうだわ。そりゃそうだ。すいませんね、いつもなんか中庸みたいなとこ差しに行って。でもだからまあ、長の意見がまとめに近かったかなと思ってて、割と、うん、そうですね、選択が大事っていう、結局、まあ、当たり前の話ではありますが。まあ、でも人間関係大事だけどね。大事ですね。何よりもそこが日々の精神状態を保つ、会社に行きたくないとかさ、思わなくて済む人間関係がそこにあるってすごい大事だから、その意味で飲み会を断り続けるっていうのはナンセンスだと思うし、そこはやっぱりね、俺もすごい気をつけてたよ。行きたくないですみたいな対外発信はしてたかもしれないけど、ブログとかで。でも実際に中の人たち言わせてみれば、おさえってなんか実はいいやつだよねみたいな、確かに結構来てくれるよねみたいな、期待値が低い分上がるっていう、よく見せる、うまい期待値、そうそうそう。じゃあ一番いいのは下げといて実は行くっていうのがいいですね。下げといて行くし、行くとパフォーマンスするみたいな感じもすごいちゃんとやるみたいな感じが一番、まあ効率いいかもね。確かに。で目的かなと思ってて、やっぱり、社内の飲み会、確かにおさら言う通り、目新しいインプットがすごい多いかというと、まあ、職場環境の改善だったりとか、まあ、日々の、まあ、その会社の業務の改善にはすごく役に立つんですけど、やっぱ自分の人生を豊かにするように目新しいインプットとか刺激はやっぱり生まれづらい同質の環境が形成されてて、おさら言った通り、他の起業家と飲みに行くとか、社外の人たち会いに行くみたいな飲み会の機会の方がインプットって意味では目的に合致するかもしれないし、なんかそこも結局何を成し遂げたくて、どういうゴール設計しててみたいなとこから逆算して、いつかはできっていうことなんじゃないかなと。結局すげえ真面目なコンテンツ。合コンとか言ってた、ね、合コンは必要です。じゃあ次週のテーマは合コンでお願いします。現在特集では、無料でキャリア相談を引き受けております。現在の仕事に悩みがある方とかですね、転職を考えている方々、ぜひ概要欄から応募いただければ対応させていただきますので、お気軽に応募ください。そして、我々ユースフルですね、はい、特集を運営するユースフルは、作る人を作るというミッションを掲げて、我々の会社はこの事業を運営しております。ぜひね、正社員募集大絶賛やってますので、概要欄の URL チェックしてみてください。お待ちしてます。それではまた皆さん次回お会いしましょう。See you next time. バイバイ。今回、視聴者限定で無料で転職相談に乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない、現職にモヤモヤしている、転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない、このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい、こういった思いや悩みを抱えている皆様は、ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。